どうも、アッシェーカーパニッシュでギターを弾いている石原です。今日はケーブルを11ブランドも試乗しています。ギタリストの井草と申します。今日はですね、石原さんと一緒に11ブランド、なんかちょっとソムリエみたいな気分になりますけれども楽しみだね。どんな違いがあるか楽しみです。違いが分かるのかみたいな感じだよね。なんかね、聞いてる側、見てる側かの人たちもそれが分かるのか伝わればいいね。なんかね、頑張って弾くね。あ、すごいしなやかなシールドですね。柔らかめ？柔らかめですね。プラグもすごい高そう、高そうな感じですね。トラディショナルな雰囲気が漂ってますねおお、音声でも思ったより変わるね。すごいバランスの取れたいいケーブルだね。僕のようなね、大音量で弾くギタリストはこのケーブル触ったら鳴るとかね、踏んづけたら鳴るとかね、そういうのがこういろいろ問題になってくるんだけど、これはそういうのもなくて、しかもこう丈夫だという、これはね、丈夫なのは嬉しいね。ケーブルの断線一番、まあ、怖いですね。怖いよね、ゾッとするよね、考えてだけど、ね、音の感触はね、パッキングはものすごい好印象。ソロがね、ちょっとね、僕はもうちょいミッドの押しが欲しい感じなんで、そこがこう来ればよかったかなっていうか、うん、でもバッキングのこの素直さは素晴らしい。全部のレンジが出て、確かに僕もあの聞かせていただいて、あの石原さんのこのローコードでジャーンって鳴らした時のまとまりがすごく綺麗で、うん、綺麗だよね。なんかしっかり構造感も分離があった上でまとまってたんで、あ、すごいケーブルだなと思いましたね、うんうん。